お疲れ様です。いやー、お疲れ様です。うまいものハンターです。なんか久しぶりにこういううまいものハンターですっていうあの言葉言いましたけれども、今キョナルシティの近くですよ。そうですね。はい。まあこの辺りはね、もちろん福岡の美味しいものがたくさん集まってるでしょうけれども、さあもうすぐなんですけど、はい、何の料理か教えてもらえない感じですか？いやいや、あのイタリアンです。ほう、もうこの辺です。本当にそこかもしれないです。ちょっと待って、もうずっと気になってたんです。あ、ここかな。あ、ここですね。あ、ここです。ロケット、はい、ここです、ここです。パスタイオって書いてある。はい、ここがですね。いや、これはちょっと今またほら今かやばいよ、やばいね。今のは今すっごい不審な感じで見られた。いや、もう本当にこれは交渉お願いします。いやいや、ふわー、行けるかな。いや、俺いけないと思うよ今の。僕も思いますね。ちょっとこれいけないかも。なるほど、生パスタ。あー、食べたい。そうなんです、ここは、はあ、生パスタを僕好きで。あー、生パスタ食べたい。食感が違うもん、乾麺とは。で、ここはですね、はあ、もうちょっと変わったというか、ほう、この中でも何これと思ったのが熟成？熟成？そう、なんか熟成生パスタ、っていうのがあるらしいんですよ。あ、本当だ、熟成生パスタって書いてありますよ。ちょっと許可を許可をっていうか、ここ行ってみたかったんです。いやいやいや、ここいや俺も行ってみたいですよ。うわー、これどうだろう。すみません、あの実はですね、あの YouTube であのここの生パスタを、はい、あの食べるところをどっか端っこであの食べさせてもらってアップしてもいいかなと思って。いいですか？ありがとうございます。ありがとうございます。 OK です。おお、よかったですね。よかった。ここいいですか？あ、いいです。いいですか？すみません、皆さん少しだけうるさくするかもしれないですけど、あのちょっと今日 YouTube の撮影で急に来て、あのシェフが OK だよって言ってくださったんで、はい、今後アップしますんでぜひ見てください。よろしくお願いします。すみませんすいませんいやいや、あの熟成パスタってどういうものになるんですか？熟成パスタは、はい、粉から作って、で3日ぐらいずっと寝かして。あ、そうなんですか。で熟成させて、はい、もちもち感を出して。あ、じゃあ通常の生パスタよりももっともちもちしてるよ。あ、そう。これうまそういや、これは何頼みますか？だからこれパスタランチの今時間なんですよ。でパスタランチっていうと普通の乾麺で、生パスタランチになると生パスタで出てくる。でこれだけ種類がありますよっていうことなんですね。ちなみにこの中で人気ってどれですか？人気はシンプルに牛肉たっぷりボロネーズ。やっぱそうだよな。あと1個どれがいいですか？今日はおすすめだったたらことスクランブル。うわ、じゃあその一つずつよろしくお願いします。これちょっと見てください。普通に帯状に、はい、ああ、今今ですよ。注文を受けてから切って伸ばしてそしてやってます。すごいよ。だからやっぱもう違うよね。なかなかここまではないでしょ。いやー、いい店だな。これ見てくださいよ。
すごい来ますよ。うわうまそうこれです。これ絶対おいしいやつですよ。これは相当うまいよ。いただきます。もっちもちで弾力が最高です。今まで食べたパスタのどのパスタにもない感じ。もうつるんつるんでもっちもちで、いやーこれすごいわ。あのね、多分初めての体験だと思います。熟成してる麺っていうのは、あ、こういうものなんだなっていう、あの通常の生麺のあのもっちりとはまたちょっと違う、やっぱ熟成してる。うわー出てきましたよ。これ見てください。ラコとスクランブルエッグの生パスタです。で、麺をほうれん草にしてます。いますよ。よいしょー。これはまたないよね。いただきます。超絶うまい。うまい。美味しいですね本当に。はい、もう熟成のパスタすごい。ノックアウトです。いやーうまかったね。熟成生パスタ多分福岡にもそんなにないと思います。博多駅のとキャナルシティのちょうど間ぐらい、はい、ロケットっていうお店、皆さん来てください。